ジャン・フランソワルス・スユールはフランスの作曲家。ルスユールはアブビルに近いドル,ルカの小さな村、プルシシェルに生まれた。一家はピカルディで長く暮らしていた家族で、画家のウスタシュルス・スユールは彼の大王子にあたる。ルスユールははじめ、アブビルの大学の教会で聖歌隊に入り、続いて入ったアミアンの大聖堂で音楽の勉強を推し進め。 聖の大聖堂では合唱指揮者に任命された。彼はパリへと赴き、サンイノサン協会で合唱指揮者をしていたニコラ・ロゼに火星法を指示した。ルス・ユールはディジョン、ルマン、トゥールと各地の職を歴任した後、ロゼの後を継いでサンイノサンでのポストに就いた。さらに1786年には選考の末、パリのノートルダム大聖堂の音楽監督に就任した。 ルスユールは、気象天才に、還元学を導入するという改革を実行し、大きな成功を収めた。メインの祭典における彼の宗教曲の演奏会は、人が、教会の外に溢れるほどの超満員となったが、聖職者の団体からの抵抗を受けるようになってしまった。彼はこれに応える形で、エクスポスデュノミュージック・イミテイティブ・イパーティクー・リター・アシャック。 セレナイトという小冊子を発行した。フランス財政危機の折には大聖堂の修道士会が音楽予算を減額することを決定したが、これによってルスユールは専門にしていた重要な音楽ミサを諦めざるを得なくなり、彼自身も職を辞すことになった。ルスユールは1788年から1792年にかけてはロンドンで暮らしており、 フランス革命の最中のパリへと帰国して、フェドーゲ劇場で3つのオペラの公演を成功させた。ラコベン、ウール・ラ・パンティエ、ジャック・アン・リベルナルダン・ド・サンピエールの非常に有名な小説、ポール・とビルジニーに着想を得た、ポール・イ・ビアジニー、ウール・トリオン・フデラ・バー・トゥー、そして古典的なテラモック・ダンエル、イール・デカリプソ、ウール・トリオン・フデラ・サンゲッセである。 ルスユールは1793年11月21日に国防軍学校の教授に任用され、パリ音楽院が新たにできると監督官に採用された。メイユール、ラングレ、ゴセック、カテルがいる中、ルスユールの仕事は基礎原理とソルフェージュの指導に限られた。パリのオペラ座で自作オペラ、オシアン。 ウレバーズ、ラモー・ディ・アダンが上演できず、彼は、プロジェクト・ディ・ウン・プラン・ケネロル・デール、インストラクション・ムジカール・インエーヌ・フランスという激しい内容の小冊子を発行して、音楽院と、その教育法、院長を攻撃した。そして1802年9月23日に、免職された。公的な職がなくなり、ルス・ユールは貧しい暮らしに陥り始めていた。1804年に、 ナポレオンがパイジェードの後任として彼をチュイルリー宮殿の教会学長に据えることになった。こうして彼は最も有名な作品であるオシアン・グレバーズを上演できるようになり、オペラ座でも大きな成功となり皇帝からも大好評を得た。ナポレオンはこのお気に入りとなったオペラの作者をレジオンド・ドヌール勲章に移助した。ルス・ユールは ナポレオンの体冠式のために外線更新曲を作曲しており、パイジエロのミサ曲とかつての詩であるロゼのビバットを指揮している。1813年、彼はアンドレ・グレトリに代わって芸術アカデミーの会員となった。王政復古の時期には、ルス・ユールはロイヤル・チャペルの作曲家、オペラ・座管弦楽団の指揮者となった。1818 18年の初頭から彼は、 パリ音楽院で作曲を教えるようになった。長年の教員生活の間に彼の門下からはベルリオーズ、トマ、グノー、ベゾッツイ、マルモンテルラが排出している。ルスユールはパリで77年の生涯を閉じた。出展。ありがとうございます。